進む向きか引き返すべきかって迷うことありますよね。そんな時はサインが出ている可能性が高いです。運が覚醒する金融上昇チャンネルの高見です。金融年間7番目突破記念、豪華商品が当たる高見ヤード開催しております。応募者全員プレゼントもご用意していますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてくださいね。さて、3月21日の春分の日は、スターゲートという宇宙の扉が開いて、強いエネルギーが注がれる大吉日となります。この強いエネルギーを浴びると、やる気が湧いてきたり、いつもはしないような大胆なチャレンジができたり、自分の本当の願いに向かっていくことや、本当の自分で生きる、そんな変化が起こります。本来の新しい自分のスタートの日なんですね。そして、春分の日といえば、お墓参りをする日でもあります。これは春分の日がお昼と夜の長さが一緒になり、太陽は真東から昇ってきて真西に沈むため、あの世とこの世が最もつながりやすいと考えられているためです。一年を通してもご先祖様や高次元の存在とのつながりが大きくなるタイミングです。しかもスターゲートの強いエネルギーを受けて次のステージへと次元上昇していくタイミングなので、あなたを見守るご先祖様や守護霊はあなたを理想の人生へ、よりいい人生へと迎えられるようにどうしたらいいのか、これからのことを一生懸命考えています。自分のお孫ちゃん、ひ孫ちゃん、ひいひい孫ちゃんたちの将来ですから、可愛くて仕方がないですし、それは真剣に考えますよね。これからどうするかを決める会議は夜寝ている間に開かれますので、この時期は寝ても寝ても眠いということが起こるんですね。春分の強いエネルギーで次のステージへと進むか、現状維持でいくか、はたまた後退してしまうか、では全く違った人生になりますから、ベストの道へ行けるようにすごく考えていてくれるんですね。ご先祖様たちが真剣に考えていてくれて、あなたもその会議には寝ている間に参加しているんですが、朝起きて日常で暮らすと忘れてしまうこともあります。それは日常の慌ただしさや波動が下がってしまうことで、心ではなく頭で考えたり、どちらが心地いいか、やりたいかではなく損得で考えてしまったり、自分の心が望むことではなく周りから見てどう思われるか、世間体を気にしたりすることで思い出せなくなってしまいます。そして違う方向へ進んでいると、ご先祖様たちはそっちじゃない、そっちじゃないよ、一生懸命サインを送って気づかせようとしてくれるんですね。初めてのお使いを見守る大勢のスタッフの方のように、それとなく助け舟を出しているんですね。今の時期は特にサインがたくさん出ている時期なんです。ただそのサインも知らないと気づかなかったりするので、知っておくことって大事なんです。ドリカムのブレーキランプ、5回点滅は愛してるののサインですが、知らなければこの人しょっちゅうブレーキを踏んで運転下手くそなのかなと全く違う意味に捉えてしまうことがあります。人生でも悩みが深い時に進む向きか引き返すべきかって迷うことありますよね。そんな時はサインが出ている可能性が高いです。今日は守護霊が送るそっちじゃないよの警告サインについてお話をしていきたいと思います。まずはじめに龍神さんのつながり、場を清める T 社の音から始めていきます。それでは早速行ってみましょう。まず守護霊というのは、僕たちの人生をサポートしてくれたり、困難から守ってくれる役割を持つ存在です。守護霊には種類がいくつかありますので、まずは簡単に紹介しますね。一つ目は守護霊です。これはメインの守護霊となります。一生見守ってくれる存在ですね。同性であることが多いと言われています。二つ目は指導霊です。あなたの才能を開くために、仕事や趣味などでいい方向に導いてくれる存在です。コーチのような存在ですね。この指導霊は途中で入れ替わることもありますし、指導霊が変わったことにより急に仕事で結果が出るようになったり、うなぎ登り人気が出たりということもあります。指導霊の適性や実力によるところもあるようですね。急に熱い人間になった場合は、松岡修造さんのようなコーチがついているのかもしれませんね。そして指導霊は自分自身の努力の量に合った指導霊がついてくれるので、行動したり努力をすることは結果が出やすいということに加えて、指導霊からも応援されるようになります。
3つ目は支配霊です。支配霊というとなんだか支配されそうでちょっと怖い感じがしますよね。支配霊はどんな存在かというと、どんな環境に身を置くか、どんなところに進むのか、そしてあなたの進むべき方向に調整をしてくれる存在です。4つ目に補助霊です。こちらは今挙げた3つの霊をお手伝いする守護霊です。一言で守護霊といってもたくさん存在するので、ドラクエ霊縦一列で並んで移動するように僕たちも移動しているのかもしれませんね。そしてあなたの周りにはたくさん存在がいて守ってくれるわけですが、そっちじゃないよ、危ないなど警告のサインを出すときは、どんなサインが出ているのかを紹介しますね。一つ目は、大事な予定の日に体調を崩すです。面接の日なのに体調が悪くて動けない、受験なのに熱が出てしまった、大事な仕事の話の日なのに起きていられない、そんなピンチが訪れたことはありませんか？こういう時って、なんでこんな時に限って私って運がないのかしら、そんな良くない出来事のように感じてしまいますが、これは守護霊からの、この会社合ってないよ、この職種じゃないよ、もっと合ったところがあるよという警告の場合もあります。同様に面接に向かう時に、何かあっても大丈夫なように準備して早めに出たはずなのに急な電車の遅延にあったり、なぜか間に合わないという時も警告のサインの場合もあります。二つ目のサインは、楽しみな予定が急に億劫になるです。旅行やお友達とのお出かけ、推しのライブなど、ずっと楽しみにしてた予定なのになぜか急に面倒になる、行きたくなくなる、こういった不思議な気持ちの変化が起きた時は、一緒に出かける人とトラブルが起こるような時や、目的地で何か起こる時に行きたくなくなることで避けられるように警告サインとして現れます。三つ目のサインは、事故を目にするです。この時は二つ意味があって、このまま行くと同じような事故や災難に遭うよという時に、注意喚起の意味でこのサインを出すことがあります。事件や事故を目撃した時ってびっくりして、私も気をつけようって思いますよね。ですので災難を避けられるように、こういった形でサインを出すこともあります。またもう一つのメッセージは、日々過ごしていると毎日生きているのが当たり前のように感じたり、何かに対して不平不満を持つこともあるかもしれません。そういった時に、生きてるってすごいことだよ、恵まれていることに目を向けてみてといったメッセージや、時間を無駄にしていないというメッセージとして現れることがあります。やるべきことに向かうように注意を促すサインです。病気や怪我、事故など大きな出来事が起きた時、命について考える出来事が起きた時に、このままではいけないと目が覚めるような体験をして使命に気づくこともありますから、それも一つの大きな転機ですし、守護霊さんたちとしてはそういったことに会う前に気づいてとサインを送っています。四つ目のサインは、物事がなぜかうまくいかなくなるです。仕事でも恋愛でも、何か大きなことにチャレンジをしたり、新しいことを始めた時になぜかうまくいかない、触りが出たり反対されたりなど、スムーズに進まない場合は、そっちじゃないよという意味で、守護霊が一生懸命止めている場合があります。結婚しようとしたらものすごく反対されたり、相手の良くない話を聞いたりするのはあなたにとって合わない相手で、守護霊が反対しているということもありますし、何か障害続きで物事がうまくいかない場合は、そのまま進むと危険だったり損害が出るために、守護霊が一生懸命止めている可能性があります。守護霊に応援されているときは物事がトントン拍子に進むので、一つの判断基準になりますね。ただ新しいことや慣れないことなどはうまくできないことも多々あります。うまくいかないことイコール警告サインでもないんですね。ここは見極めが必要なんですが、初めてのことは課題がたくさんあるので、課題を一つ一つクリアする過程で成長し、できることが大きくなってきます。ですので、もしハードルがあった場合は、できる方法を探したり、できる人に相談したり、考える方法を試してできることを増やすことが大切です。その過程で、そんなことあるといった起こらないようなストップがたびたびかかる場合は、これは警告サインかもしれないなと考えるといいですね。まずはどちらの線もあると考えて検証をしていくといいですよ。今回は守護霊の警告サインについてお話をしました。もしサインが出ていたら、一度立ち止まって心の声を聞いてみるといいですよ。またサインはだんだん大きくなっていきますから、
どちらか迷った時は、さらに大きなサインが来たら、進むべき方向が他にもあるかもしれません。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それでは明日の動画でお会いしましょう。